今日はまた2回目ということで、セブンフォールドの代表の加賀さんと、今日は20代 の, クロージングに興味とても興味のある中原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今若者 の, そのドレス離れというか、スーツネクタイをする方が非常に少なくなって、カジュアル化が進んでいるということもあるんですが、まあ、中原さん20代代表としてね、そのなぜクロージングの世界に興味を持ったんですか？そうですね、私やっぱり最初、まあ、モードの世界から興味を持ち出して、高校生、大学生の最初の頃ですかね、はい、まあ、そこからいろいろ大学生の頃に海外旅行行く機会があったりとかで、まあ、イタリアに行ったことが一つきっかけで、うん、なるほど、モードの元でありながらも、イタリアに実際に行くと、まあ、真っ黒な服着てる人なんか誰もいなくて、黒じゃなくてネイビーで、まあ、グレーとかそういった中間色を用いたクラシックなコーディネートしてる大人たちを見て、あ、これが本物の服なのかなっていうことを思いまして、まあ、そこからクラシックの方に興味を持ち出したっていうのが一つあります。はい、同世代でね、なかなかその中原さんのように休日にネクタイをしてね、レストランに行くなんていうことをする方ってなかなかいないと思うんですが、まあ、確かにジャケットとか、まあ、ネクタイ締めないまでも、はい、そういう場所ではそういうふうに格好をすると、やっぱりもっと背筋も伸びて、はい、楽しめるんじゃないかなということは思います。はい、加賀さんどうですか、イタリアと日本というところでは。まあ、ビジネスマンであったり、学生さんであったり、お洋服に対する興味はかなり日本人は高いと思います。はい、応用性もありますし、すごく勉強も熱心ですし、ただあとその価値観という部分では実は全世界共通してて、なかなかそのいいお洋服を着るなり、そういったそのネクタイを締めて装って出かけるというところの、まあ、文化観として、まあ、若干薄れてきていることは確かですよね。うん、まあ、中原さんのように、まあ、少なくともまあ興味を持っていただく、まあ、買ってみる、来てどっかに行くっていう、まあ、ノーマルなことなんですけど、実は結構もうお家でみんな完結しちゃうっていう、かなり対極的な、層が増えてるというところに対して、まあ、我々としてはまあ、もうちょっと外出ませんかっていうところからこう提案していかなければならないっていう辛さはありますよね。僕らの世代のまあ20代って、やはり遊びに行くイコールスーツを着るだったんですよね。まあ、ファッションとしてスーツを着てたんですよね。で、まあ、それがやっぱり入り口としては僕らの時代は軽かったのかなと。今どうしてもクラシックっていうと、なんかすごくルールがあるんじゃないかとか、ちょっと入りにくいんじゃないかっていうところも、一つ20代の方がなかなかこうエレガンスっていうことの方向に行けないところなのかなと思ってるんですが、ただ僕らは言ったらもうちょっと気楽に楽しんでくださいねっていうところを、うん、アピールしていったらないと、ネクタイをこういう選んでいく、お洋服の袖を見るっていうにしても、全てがなんかもう仕事の日課になっちゃうっていうのだけは避けていきたいなっていう、まあ、我々業界の立場からすると、まあ、そこの提案ですよね。まあ、今日今期のモデルのネクタイがいろいろ並んでるんですが、素材だったり色だったり柄だったり、その辺の話をちょっと聞きたいんですが、よく店頭で見に行くと、よく顕著に売れてる素材としては、一番右端にあるウール素材、もしくはカシミヤ混紡であったり、スーツ地であったり、まあ、ジャケット地を使ったファブリック素材のタイプのネクタイっていうのはすごく需要が高まってきてるなと。今日も中原さんがされてるように、その結局選ばれる理由は多分非常に分かりやすいですよね。締めてるとなんとなく気分がいいと、うん、いったそういう分の分かりやすい素材でいうと、まあ、一番実はトレンドとしてはヒットしてるのかなと。あと当然その今その素材でありますシルクジャガードの折り柄の、まあ、ネイビーベースのドット、あとまあマルチストライプですね、折り柄でサブレ調のタイプであったり、あとこちらハウンドトゥースのこういったプリント地に見えるような本当にウールタッチのシルク100の折りであったり、まあ、ペイズリーも含めて割とドライタッチのものが多いっていうのが傾向として、はいあります。中原さんは、はい、まあ、今日今年したいと、はいはい、ネクタイって何かあります？
そうですね、やっぱ細い糸でできたウールのネクタイって、まあ、下手なシルクよりもよっぽどドレッシーだったりとかすると思いますし、はい、逆にこういった柔らかい雰囲気が、まあ、カジュアルでも締めてもそんなに気張らなくても力の抜けるところもあって、まあ、非常に使い勝手がいいのかなっていうのは思います。前ちょうどツイードのジャケットに、そうですね、ソリッドのウール対応してますけど、通常のシルクの黒のネクタイですと、はい、まあ、それこそ結婚式でも行くのかなとか、はい、葬式でも行くのかなとかそういったお話になってしまうと思うんですけど、まあ、そこを素材を変えてウールであってかつ芯がないことによって、はい、やっぱり少し力の抜けた、はい、巻かなきゃいけないから巻いてるネクタイではなくて、なるほどね、あくまで自分の個性として巻けるものなのかなっていうのは、非常になんか今日ねシックで皆さん真似していただきたいなっていう装いだと思うんですが、まあ、最近だとこの後ろにもいろいろ昔の俳優が並んでますけども、はいはい、昔の映画とかを結構見ることが多くて、そういったところから一つファッションの元としてインスピレーションとして参考にしているところはありますかね。やっぱファッションはやっぱ移り変わるものだと思うんですけど、はい、やっぱりそういう一つのスタイルっていうものはやっぱ先を見なくてもあと前を振り返ってみれば、はい、まあ、例えばそれが映画の中だったりとかするんですけども、その普遍性のあるものが、まあ、たくさん溢れていると思うので、そういったところを一つ参考にしている部分はありますね。いいことですよ。いいですね、そういう若い方が増えてほしいですね。